赤旗無事の赤旗1848年革命時のパリでのバリケード戦の様子を描いた絵画。ボリスクストーディエフの絵画、ボルシェビキ。赤旗とは赤色の旗で、フランス革命以降は、政治的には革命あるいは革命思想である、社会主義や共産主義を象徴する旗である。特に共産主義や霊人主義を表す鎌と、ハンマーや、 赤い星の図案と組み合わせて使用される。中国語では、バタと呼ばれ、中国共産党理論士の使命や国産自動車のブランド名にも用いられている。本来は、フランス王国において、戒厳令が発動されていることを示す旗だったが、1791年、フランス革命において、革命派の内部で急進派をラファイエットが軍隊を、 引いて弾圧したシャンド・マルスの虐殺事件を契機に、これに対する抗議として、戒厳令期である赤旗を革命期に採用したとされる。この後も赤旗は革命を象徴する旗とされ、フランス革命の階級闘争の側面を引き継ぐことを、実証する、社会主義や共産主義団体、特に社会主義国家が団体期や国旗に採用している。また、労働組合においても、 資本家と労働者の階級闘争のシンボルとして赤旗が採用される。さらに国際主義から肌の色を問わない全人類の血を象徴するともされた。社会主義、共産主義の意味合いでの赤字の国旗を採用した例はソビエト連邦の国旗が代表的である。ソビエト連邦を構成していた各共和国の旗はソビエト連邦の国旗を基本に下や 左右の端に赤以外の色や民族特有の模様などをあしらったものが用いられた。現在用いられている国旗では中華人民共和国の国旗、ベトナムの国旗などがある。また、ラトビアでは1918年の独立以来、エビチャチに白で千のシルエットが描かれた国旗が用いられているが、ソビエト連邦占領時代これに、 ラトビアソビエト社会主義共和国の国旗を描き加えたものが用いられた。また、アルバニアでは1912年の独立以来、赤字に黒で相当の和紙のシルエットが描かれた国旗が用いられているが、アルバニア労働党政権下では、これに釜と土、赤い星を描き加えたものが用いられた。この時期には、地色の赤にも、社会主義、 共産主義の意味合いが付加されていた可能性がある。また、ソビエト連邦やユーゴスラビア社会主義、連邦共和国は解体され、分離独立した、キルギスの国旗やマケドニア共和国の国旗では、赤字の旗を使用し続けていた。赤、黒二色旗ロシア革命後、1920年代には、無政府主義者が共産主義側に共感を覚え、 無政府主義のシンボルカラーだった黒に共産主義のシンボルカラーだった赤を組み合わせた無政府主義機が生まれた。また、第二次世界大戦後、アフリカやラテンアメリカで社会主義と民族主義、独立運動を結びつけた運動理念を掲げる組織の旗印としても用いられた。その他社会主義や共産主義を意味する赤を部分的に使用した旗には以下がある。 社会主義や共産主義とは関係ない、主な赤字の旗には、以下がある。海水浴場では、風や波が強い時は、安全のため遊泳禁止発令が形容される。ありがとうございます。